心配って僕ですか？なんか変でした？俺が求めていた場所は自分の中にあった。俺は自分の山を見つけた。この山は常に成長している。目を開いてないと隙ができるってことだ。君の言う事故というのはこの瞬間に目を開いてない時に起きるんだ。そういうことを通して宇宙が君に居場所を伝えようとしてるんだよ。そうは思わんかい？すいません北野さん。俺に何も求めるな。そうしたらお前からも何も求めない。どこ行くの？今どこにいるの？何を思ってるの？頂上からじゃなくても世界の絶景は見える。俺は幸せだ。I've seen it so many times. I know you're enthusiastic. I know you want to do the hard route, but your hands aren't ready. You should be at home with your wife and your baby and not out doing this. I come back, feel rested, and whole again. Ready to be whatever they need me to be.俺は登り続けることしか知らない。山はすべて内側にある。おう、どっか行くのか？はい、ちょっと山登りに